お疲れ様です。お疲れ様です。今日何？今日は大阪ぶらり旅ですね。お前なんか最近なんかミッチーチャンネルとかでタワゴト行ってるらしいじゃん。はい。ミッチーチャンネルとかでタワゴト行ってるらしいじゃん。タワゴト行ってないですね。もうそうそう。俺全然動画屋さんだろう。いや、解説しようかなと思って。何何？解説しようかなと思って。解説？あ、新しいチャンネルを解説しようかなと思って。解説してるでしょ。死んだろ、お前。ゼロよりジーマニに見られることが喜びだろう。そっちの方が喜びがあるんですね。最近インスタ投稿しようよ。インスタ最近全然投稿できてないですね。そう、俺もちょっと止まっちゃっとるな、最近。はい。今日、あ、でもちょっとあれだな、そういうとこだったらインスタ投稿もできる。まあそうですね。すごいな、何これ。ビール専門立ち飲みって座ってましたからね、普通に立ち飲みって普通に座ってましたからね高いっすね立ち飲み、はい、本店っつって。いや、やっぱ大相撲またやばいな。本当に西成って感じですね。ああ、ちょっと、あ、やばいっすね、アンチコメントがあるっすね西成みたいな感じで大相撲バカにすんなっつって。行きたいけど、あんな風にされたらいけんもんなんだ。ああ、西成行きたいっすけど、うん、あんな風にされたらなんか撮影じゃない限りいけないですよ。なんかあんな風にされたらじゃなくて、なんかみんなが寄ってくるよ。寄ってくるよ。あれ、たまたま知っておるんじゃない YouTube が集まる店かな。そうなんですね。なんかでも YouTuber は結構やってますね、夏子の店で。あ、そう、はい、銀次っていう店、よく動画にやってましたよ。フィリピン人っつった。あ、ほん銀次、えフィリピン人っつった。銀次です。このフィリピン野郎っつった。あ、これあ、これ何があれ。すいません。これが有名なんですよ、ブラジルの。すごいな、来たやん、まあ、ケバブ、ね、ケバブ、ケバブでしょ、これケバブじゃないですよ。すごい、とりあえずこれ。うわ、すげえ、いろいろあるんだ。ご飯食わほう。唐揚げとか牛エビ鉄板。あ、そうか。パステルコロッケ。あ、それいいね。いただきます。うん、いろんな種類がめちゃくちゃあるやん。ブラジル揚げ餃子、どうせブラジル揚げ餃子。発見中です。お前こんなもんどこでも食うやねんか。じゃあブラジル揚げ餃子。そんなんか意識しろよ。じゃあブラジル揚げ餃子意識しろよ。じゃあこれとりあえずこれぐらいいんじゃない。これクリームチーズどんだけ好きなのお前。チーズどこっちお前小学生かお前。チーズなんか食うなお前、バカが食うな。みんな分かってくれるの。チーズなんか食ってるやつバカが食ってるやつ。お酒っす。コロナビールでいいんちゃう。じゃあ僕コロナです。コロナ対処しよう。コロナですか。そう、全員コロナしようか。発見中です。お前は僕はもうちゃうハイボールで。お前運転だよ。大根使うんだよ。ハイボール。いや、同じだろ、何もない。あ、ハイボール200円。じゃあそれ言えよ早く。はい、安いの正義だぞお前。ゼニゲバ小林からしたらお前。券とお金をお取りください。100円。こんな安いんすか。めっちゃ寒いな。ちょっと寒いな。ちょっと寒いな。有名なピザ屋もあるっすけど。あ、先にお前先にいいよお前。もう寒いわ、はい、おい。でもそこなんか本当になんか。じゃあ俺しかもなんか靴下がねえし。西京市超寒いや俺。なんかどっかのチャンピオンかなんか。まだ、お前スリッパや。スリッパ。寒いわ。足が冷えるとマジで寒い。これ暖房つけていいんかな。最近でもコロナであんま遊びに行けんな。行けないっすね。まあ本当ぶらり旅ぐらいしかできん。OK パソコン。ん ？OK。はい。コロナのやつでメガネかけとると黄色くなるらしいですよ。メガネのレンズが黄色くなるらしいですよ。どういうこと。飛沫してるもん、目からこうやってシャーって。それフィリピン人だから。お、これ2個もついていいか。あっ、2個頼んだ。あ、1個ついてた。あ、1個ついてたんだ。あ、わざわざついてたじゃん。いや、違う、多分足りない。ハイボールです。嘘つくな、お前。わー、来たよ、コロナ。あ、コロナ来た。絶対うまい。よし、お疲れー。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 ああ、だって昨日も俺高い飲みだもんな。あ、かわいくんたちですよね。そうそうそう。家泊まってた。風呂入れって全員風呂入らした。みんなっすか。風呂入らなかったら空腹するぞ。俺んち汚いってやるって言って。俺が寝た瞬間全員帰ってたらしい。2時ぐらいタクシー呼んで帰ってたらしい。で、2人な泊まってたらしいもん。あ、そうなんですか。かわいくんたちも泊まれよって言ったけど、なんか 寝れんもんで、ね、って帰ってたらしい。はい、でそっちの方がいいよな、ゆっくり喋れるし。また家だとちょっと会話変わるじゃん。はい、全然違ったなって。なんか家だとなんか安心感が出るんですかね。うん、その会社じゃないもんね。そうそうそう、気離んでいいじゃないですか。おー来た。おー、うまそう。めっちゃうまそう。なにこれ、なにこれ。これがブラジル牛。あれだ、鳥。ブラジルでは有名なんだけど、まるまる焼いて、なんか。いや、あのケバブも同じだろ。ケバブもあれブラジル。ケバブなんかあれ切っとるんですかね。ケバブはトルコで。
トルコか、そうだ、確かに。ブラジル人怒られる、怒られる、店員さんめっちゃ似合うみたいな。どこかブラジル来ない、サッカー強いぞ、これ入ってトルコって、トルコも強いから、サッカートルコは、あんま、ブラジル比べたら、コロナビール飲んで、コロナ治そうか、激大です。いただきます。はい、いただきます。いただきます。どうやって食べるの？手で食べる？それを取るの？で、これタレかけて。あ、タレをつけるの？それこそこんなもんかけたら一人一個のがいっちゃう。そんな全部コロナになっちゃう。マスクしちゃうと意味ねえよ。これ全部つう。蜜もクソもないです。やだよ、これかける方が美味しそう。いや、そのまま取ってもそのままでも美味しそうですよね。ね、うん、うわうまい。お、うまい。まあまあうまい。うまい。あれついてますね、お前。味ついてますね。味ついてる。なんだろう、なんマジだわ。これ多分だけど、なんかつけてあるやつだよね。何ですかね、これ。あれ多分、あれにつけてありますよね。ハーブみたいな。ハーブ、なんか塩コショウみたいな、なんか。何だろう、これ。あったけ。うまい。食べづらい。あ、ありがとうございます。うん、うまそうだ。すいません、これパッとやって切れます？これこれ絶対うめえぞ。ちょっとでもこれなんかあれだな、旅行行った時のなんか10時とか3時ぐらいに来る感じの感じじゃん。ガッツリみたいな感じ。ガッツリ狙って、もうなんかフラッと夜飯までに酒飲みながら、うん、そうそうそう。でもこれビールに合うんじゃないですか。酒に合うな。ビールにめちゃくちゃ合う。あー、すいません、ありがとうございます。うわ、来た。うまそう。これうまそう。ありがとうございます。何がおすすめなんですか。おすすめ。おすすめなんですか。一番はあの丸焼き。あー、丸焼きですか。あとあの餃子とチキンクロッフェ、いろいろあるだろ。ブラジル人って日本結構多いだろ。多いですよ。多いですよ。丸焼きとかあっちの方結構多いよね。めちゃくちゃいますよ。かわいいよね、ブラジルの女の子って。はい、あのボンキュッボンってやっぱり大体ボンキュッボンが多い、ね、声拾ってないかもしれない。もう一回言って。ボンキュッボンが多い。エロいなお前。ボンキュッボンっす。野菜が食べてる。これも玉ねぎだな。玉ねぎやと。うわ、なんだこれ、全部つながっとるやん。たんがったな、これ取ったな。多分向こう玉ねぎが有名なんですよ。え、そう、向こう玉ねぎ。なんでブラジル？玉ねぎばっかり入ってますよね。玉ねぎ入ってる。好きなんで、肉に合うんじゃないの？うん。あ、フィリピン料理もよく玉ねぎね。入ってるね、フィリピン料理。うん、もう料理まだもうこん。もう一サラダかな、これ。あ、あサラダ。もう何入れとんの？これ食べていい？これ食べるの？俺これ食べていい？じゃあ。入れた方が多分美味しいなと思って。めっちゃ美味しそうですね。そう。いや。薄いっすね、味が。うん、見たらうまい。辛いし、美味しい。うん、あ、これがか、うん、流し込みたいぐらいですね。そう、結構変色って言われるんですよ。ん、変色って言われるんですよ。コアラと一緒で、はい、クリビンだね。そうです。コアラと一緒で変色って言われるんですよ。何コアラ。コアラも変色らしいんですよ。なんで笹ばか食ってるんだよ。ユーカリの葉しか食わんらしい。ユーカリの葉しか食わんらしい。決まったやつしか食わんらしいですよ。他の同じような葉っぱをあげても食わんらしいです。しかもユーカリはなんか毒があるらしいって言います。でもコアラはなんか分解する力があるらしい。いやいや、コアラってプッとるらしいですよ、あれ。ん、ずっとプッとるらしいですよ。たぶんなんか遅いらしいですよ、こうやって。お前がバカなこと言えば全部こぼれてないよ、お前。わ、これでもない方がいいな、これは。カレーは何ですか。やっぱ年だな。あんま肉しいのが偉いもんな。最近特に食ってないじゃん、ダイエットで。でもブラジル味が濃いんだから。最近もう全然あれっすか、ダイエットしてあんまり食べてないんですか。最近もう実際全然してない。あ、ほんとか。米がなくなってさ。はい。で、やっと昨日買いに行って。
うん、タイミングじゃなかなかね。はい、やりやすくやるんだけど、まあ、今はいいや。体重はそんな増えんけどな。75で止まってる。僕今やっと79。79。何キロから79?87 か。じゃあ嘘だって絶対79痩せる。もっと痩せとったじゃないですか。いつもなんどんな増えてってるし1キロですよ。どう前72とか言ってなかったです。言ってないけど7キロ痩せたって言った。7キロです、何キロ。72はないでしょ。72はこれより軽いですよ。今8キロ。1キロめちゃくちゃ軽かったですよ。今80キロ。最近そうだ、前ですよ。何キロ前は63キロだ。いつ、うちの会社で入ったぐらい。あの時痩せとったな、お前。今がやっと8キロ落ちて。あの時痩せとったけど仕事もできんかったの。え仕事もできんかったの。まあそうですね、僕がコキ使ってましたもんね。しょぼかった。入った当初はすごかったと、会社もこれすごかったって、お前らがすごくしたわけだからすごかったじゃなくて、会社がすごかったです会社俺自体は別にすごく、ちゃんとしとったのちゃんとしてましたね、でも飛んだらだって現場社長が出て骨折しますもん。ないんだお前骨折が出た誰か飛んだら絶対社長お前だろう。で俺が現場行ったらお前骨折した営業全員掃除で現場に撮って営業全員連れて足場とか来るのかもそうなんですか。全員撮るのこいつら営業の人リュウジだけじゃない、ちゃんと出よったな。僕ぐらいじゃないですか。僕とトシ君とかリュウジ君とトシ君ぐらいですか。だよな。まあそう考えたらすげえ立派な会社になったから。でもやっぱ10年かかるんだよな、一つのもの作るって。10年だよな、はい、でまだまださ、まだこれからじゃあ次のステップ、はい、ちょっとやっぱまとまってきたなっていうのが足場班じゃん。まあまあこっからだよな、ね。まあ、昔より出たのもそうだろうな。やっぱちょっと営業とかも出たり入ったり、いろんな人が入ったり出たりして、はい、ちょっと落ち着いて、これやっぱ10年じゃん。ああ最初はまあ4年、うん、昔よりこれ14年だもんな。14年、足場班ができて9年ぐらい、9年ぐらい、うん、やっぱ10年やったら本物よく言うな、うん、はい、それでは今からはいケバブ食べたいと思います。ケバブ怒られるんですよ。ケバブじゃないですよ。何言っとんのお前ら。全部ボコボコしてすっかすかされる。まあどんな感じ、はい、まあ反省としては、まあ、今これ名古屋の大須でしょ。大須ですね。だから大須商店街ってちょっと昔の下町みたいな。そうですね、はい、どこやろな、まあ、みんな知ってるのかな名古屋の大須って。あ、知ってるんじゃないですかみんな。だって学生服買うとここしかないですもんね。裏ボタンとか何なんだろうな、あれな。逆に裏ボタンとかって。僕裏ボタン知らないんですよね。学生服、そういうこと、はい、そう。だからお前、R1、R1 で上下上下、右左、右左、BA、BA で裏ボタン裏ボタン、裏ボタンなんかあったな、それな。なんかゼビウスだったっけ。なんか裏、ロックマンかなんかじゃないですか。 R1、R1、R1、L1、R1、L1 上下上下、右左、右左、BA、BA がくだらねえな、ほんと。うちの YouTube も終わったな。俺がちょっと出口にミッチーに乗っ取られたな、これな。そう、ミッチーチャンネルに乗っ取られたなっちゃいましたね。お前もつまらんねん、だってなっちゃいましたって言ってお前ね、もうまあそんな感じです。はい、まあ、ちょっとまたお酒も飲んどるんであれですけど、はい、またコロナ対策皆さんしながら、はい、はい、楽しいお酒飲んでください。お願いします、はい、またねー、また見て。